その月の私たちも急がないとね。この勝負に勝ってお兄ちゃんにギャフンと言わせてやる。首洗って待ってろお兄ちゃん。あ、関係なかったわ。月関係ないわ、これは。影のあれで扉かと思ったけど、これ、ただ単に口部分から中に入るのであって、その入り口を昔見つけられなかっただけのことだったわ。うん。ただそれだけのことだったわ。あれ探すのにめっちゃ時間かかったからな、昔。ドラゴンソルジャー。強そう。痛いなぁ。看板にも砂漠の敵は強いって書いてあったわね。そこそこ経験値くれるな。あ、けどこれでまたさ、多少なり、経験値じゃなくてお金稼ぎできるから、ありがたいね。なんだ、こっち行けんの？おぉ。ほうほうほう。なんかよくわかんないけど。なんか適当に進むか。こっちか。キラーマシン。その、なんだ？海賊の洞窟ほどの、難しい謎解き要素はないと思う。うん。ないと思う、ここは。54。おい、そう、いいね。だから、どんどん奥に進んでいこう。うん。と思った矢先ね。と思った矢先、日の丸にぶつかるという。はい。こっちか。ほい。バギクロス強いよね。いやー、いった。バギクロス強えわ。あと一発かな。こっちはいけないか。じゃあ、ドラゴンソルジャー、レギラゴンは効かないだろう。ハーフルスローでいいや。いやー、撃てよ、ゴンを撃て、ゴンを。レギラゴンじゃなくてバギクロス。ゴンじゃなかった。眠ている。テンション使っていきたいけどなー。いやー、強いー。
沙織くんって MP 何本使うんだろう。ちょっとそこだけが不安だ。30ぐらい使うのかな。よしよしよし。竜の鱗、なんか良さそう。持ってなかったっけ竜の鱗。持ってないか。え、なんかに使えんじゃなかったっけこれ。錬金のさ、なんかに、なかったっけ。どっちだ、こっちかな。マジックリップス。ベルザブル。よし。ザゴだ。おほほほほお。右にも行けるし、まっすぐも進めると。左も行けると。うわぁ、もう迷う。とりあえずまっすぐ行ってみる。ん？行き止まり？これは4体か。任せよう。行き止まりか？まっすぐは。左、右は宝、左が正規ルートっぽいな。こっちは行き止まり。だよね。じゃあ、こっち進もう。逃げる！よし。で、左は行き止まり臭いからこっち。こっちだ。多いってドラゴンソルジャーばっかり。だー！逃がしてください。早く、もう時間がないのだよ。頼むよ、頼む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 。ザオリック15か。全然、全然いいね。15ぐらいだったら。よし。で、こっちかな。ほいで、うん。結構深くね、このダンジョン。ん？あれ？あれ、5位の人じゃないの？これ。
メタルキング出るのかよ。で、行き止まりかよ、ここ。どこだ、これ。どっちだ？いるっていう、ね、そういう事実、うん、いやこれ下手にね、あれしない方がいいかもしれない。うん、ガッチリしていこう。 で作戦道具装備して普通に行こう。うん、じゃあ会心とか出るかもしれないけど、意外と。お、いいね、いちいち。うん。会心出てくれ、頼むから。魔人斬りはもうない、そもそもないから。会心してくれ、会心。えいっ、おー、神かな。神。ゼシカ。ゼシカ、ゼシカ。カメラ、カメラ、カメラ。ちょっとこれ、長いよ、これ多分。レベルアップ。レベルラップ、レベルラップだよ、これ。レベルラップ。ちょっと待って。よし。はい、ゼシカ。今、なんでもいい。お色気。はい。これはね、自分だね。これ自分だね。見えるね。オッケー、よし。お色気。はい。ラブリーガール。ヒッポトーク。食らいたい。よし。得て。8ポイント。得てはもちろん。勇気か剣かブーメラン。勇気剣ブーメラン。入ってる？入ってるね。1。はい。マスターブレイダー。はやぶさ切り。はやぶさ切りはいいのか？ククール35。うん。ククールは何でもいい。ククールは何でもいい。4番、格闘。微妙。ヤンガー。ヤンガシュは、もちろんカマネ。ヤンガシュカマネ。3番、絶対3、参加自由。参加自由。参加自由。はい！村のチャンピオンって。はい。聖剣好き。まあ悪くないけども、武器は外すわけにはいかんわな。せっかくいい武器手に入ってんのに。あそこにも一人おるな。迷ったな迷ったけどメタルキングが出る。いけ、会心、会心来い。はい、会心、会心。はい、最強なんちゅりん。おう、ヤンガス36。ヤンガスだけだね、今回。7ポイント。よし。3番。ヤンガス3番。絶対3番。頼むよ。絶対3。カマ来い、カマ。いきます。3番、3番。
やばいな、ちょっと時間押してきたな。こっちも行き止まりですか？うん。あ、ん？行き止まりではなさっけかな？ん？だけ行き止まりだな。うん。もう時間ないって言ってんのに迷ったぞ。これはまずいな。え？むずくね？逃がして逃がして。そもそもこっちじゃないのか。左もい、こっちなのか。こっちはあの神父消してはいる方向だね。行き止まりって、ちょっとここはさっきくるっと一周させられたところであって、え、向こうの行き止まりってのは嘘なのかじゃん。右か、こっち行けんのか。行けんよな、行けないよな。どうだ、こっちで、さっきは右、こっちか。いや、こっちも見たよな。うん、見た。何もなかったよね。この顔があるだけだもん。この顔、やっぱそういうことか。騙された、釣られた、完全に釣られた。やめんか、もうバカだれ。あー死んだ。ちょっと待って、ちょっとルートだけでもちゃんと開通してからリレントしたいわ。え、こっちじゃないのかい。まあ、またこいつらか。ここ暴れるわけでもないしな。迷った。また迷ってしまった。一回帰るか。ダメだ、迷った。時間もないし、一回戻るわ、これ。いや、普通に椅子から落ちそうになった。危ねえ。マジこの椅子危ねえよ、本当に。本当に危ない、この椅子。今、本当、死んだと思った、今。使えねえし、魔法の先生来ない。とりあえずちょっと全滅します。ここは一回全滅します。外に出れるか全滅するか。ちょリリント使えないので魔法の生成もないし、もういっそのこと楽にしてくれ。もう
キングのメタルキングからね、逃亡するの失敗するやつ、珍しい。逆に、メタキンからね、逆に逃げようとして失敗するやつ、珍しい。もうええってもう、で、入り口付近で、なんか逃げる失敗しやられるんでしょ、このパターン。知ってるか、大体知ってるから、入り口付近でこういう時やられるんだ、大体そう。このパターン、大体そう。どこに行こう？さっきのさ、砂漠の、あ、あったあった、ここでいいや。うん。とりあえず今日はここまでかな。うん。とりあえず無事に帰ってこれたこと。うん。それが、大きい。また資金半分になったら、カジノどころじゃなくなっちゃうからね。うん。はい。ってことなんでね、今回は。ちょっと中途半端になっちゃったけど、うん。砂漠の迷宮の、砂漠の迷宮の途中まででした。次ね、次パート攻略しに行きましょう。しっかり攻略して、で、ベルガラック再開したら、ちょっとカジノで装備揃えましょう。はい。ではお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。